皆さんこんにちは、チャコパンです。チャコパンです。第6回チャコパンラジオ。まあ今日はね、時期的なものもありますし、バレンタインなんで、今日の企画はですね、はい、ちゃんと準備します。なんでしょう。納豆。やった、米納豆。米納豆。今日はね、茨城県民がおすすめする納豆の食べ方、3000か4000ぐらい。そう、大体これ実際にうちのね冷蔵庫にあるこれが通常通りの保存でね、全部賞味期限を違います。これが一番だからこれから食べた方がいいんだね、きっとね。もちろん2月9日ね、9日11日、あ、これしかもお買い得品で67円になってます。そうなの、安かった。確かにめっちゃ安い。いいでしょ。なんで今日は納豆の食べ方もう大好きなんで、言ってたもんね前、納豆会やりたいって。納豆会、これをねやっていこうかなと。で、まあ普通に食べるのもちろん美味しいです、うん、もちろん美味しいんだけれども、やっぱね一手間二手間かけるともっと美味しくなりますんで。あ、それね取んないんだよ全部。え？全部取らないんだよ。なんで？甘いか。真ん中からこう取ってくる。へー。え、何食べるの？自分も。うん、普通に。私はノーマルが好きなの。ああ、なるほどね。ノーマル派ね。まずは普通に食べよう。うん、まずは普通に食べる。もちろんこの作り方もさ、やっぱり人それぞれあるからね。あー、確かに。でもう自分は必ず1お椀に対して1個決まりがあるんだ。もちろんこれはもう絶対だね。ここにある一粒すら残さない。いや、私さこうやってやるよ、フィルター取るとき。うわー、なんかベタベタになるじゃんそれ。違うの、こうしてこの後にこうすればほら綺麗に取れた。うわ、やだやだ、ここなんかベタベタになりそう。こうしてで、まあまずはまあ普通か。汚れそう。で、まあからしは全部です。もちろん。梅納豆以外の種類食べますって人も多いだろうね。いや、いろいろ食べたけど、やっぱ好きすぎてね。好きすぎていろいろ食べたけど、金の粒食べようとかさ。はいはい、卵納豆とかあるよね。ああ、そうそうそう。いや、もちろんいろいろ食べたけど、梅には勝てない。梅しか勝たん。で、最後これをちょっとやるのが普通ですね。はい。そうですか。ちょっと舐めるのがもったいない。よし。あ、スプーン持ってくればよかった。なんで？スプーンで食べたい。やば。絶対嫌なんだけど。で、まあ混ぜる。混ぜ方もさ人によって違うんじゃん。これさ全然混ぜませんでした。俺もわかんの、賞味期限が近いか近くないかって。え、これでこの段階で賞味期限が切れてる時はもうすぐわかる。ああ、ネバがあんま立たない。そうなんだ。だからもうなんかこれもネバがあんまりじゃない、新鮮味が。そうだよ。でもまだ切れてはないもんね、これね。切れてない。明日切れる。明日だ。でもやっぱこれ17日のやつと比較したら全然違うと思う。ちょっと覚えとこう。で、まあいろんな食べ方があるので、ちょっと俺は一口分だけにしとこう。主婦の方とか分かってくれるかなって思うんだけど、もちろんかけるときはかけるのね。だけど私はこう一口ずつをこっちに入れるっていう。だるー。だからスプーンで食べちゃうの。こう納豆の粘り系、そのさ後片付けのこと考えてたら納豆食えないから。そう、後片付けを考えちゃうんだよね。そうしてるとお椀がさベタベタしないじゃん。混ぜないよ絶対に、うん、上にかける派。これは上にかける派です。どうぞ、いただきます。あ、うまっ。でも結局かけるんでしょ今日はね。これはもう気分、鉄板美味しい。2つ目、ここからちょっと独自の食べ方になりますね。オリジナルの。あ、里パン流のね。うん。まあ結構やってる人いると思うんだけど、2口目。ちょっとこれもう1個ぐらい使うのかな。はい。2口目はですね、こちらです。ダン。それ。キムチ。納豆キムチ。納豆キムチ。納豆キムチ。ああ、好きな人は好きだよね。納豆キムチ美味しいんだけど、すごい牛角だ。いつもだったらコクマの丸いやつを、王道のやつね。丸いやつだっけ？四角だよ。四角だっけ？そうだ。をやるんですけど、今日はね職場の人がね、この今日納豆を取る会を取るんだって言ったら、牛角のキムチ、40%オフ買ってきたんですけど、これキムチじゃなくてさ、あれ角的でいいの？俺間違ったかな。でもキムチって書いてオリジナル角的。普通にコクうま買ってくればよかった。何が違うでしょう。うまそう。すごい匂い。これをまあ普通いつもは俺は角的なんじゃなくて、あ、これもう今日で食べきんの？食べるよ、だって全然食うでしょ。角的じゃねえだろうな絶対。ね、それじゃないよって言われないね、絶対そう。僕真似すればよかった。いただきます。どうぞ。食いづら。うわ、食いづら。スプーンにしようかな。ご飯だ。おいしい。うん。そうだね、おいしい。角的じゃなければ食べやすいし美味しいだと思う。龍角はこれ甘辛なんだって。キムチが。だからそれが美味しいよって言ってくれて。面白いね。おすすめ紹介するのに初めての挑戦してる。そう。ね、コクうまは絶対うまいから。うん、間違いない。コクうまは絶対うまいから。ちょっとチャレンジで。これは一旦封印しておきます。キムチ食えないもんね。苦手。次どうしようかな。順番的に。うわ、どうしよう。小皿に分けようかな。私やっぱスプーン持ってくる。どうしようかな。小皿に分けるってなると大きい口で豪快に食べるのがうまい。で、3つ目こう食べるラー油、これは最高にうまい。食べたことあるっけこれ。おいしい。好きだよ。で、どうしようかな。なんか混ざりたくないな。ご飯ちょっとだけこっちにやれば。わかった。先に納豆をここに入れ、後からご飯システムにしようか。うまい。わお。明日くせえだろうな、俺。で、この量も決まってて、1納豆につき、このコーヒースプーン、ちっちゃいスプーンの1個、これで十分。ただ今回は一口なので本当にちょっとでいいと。本当にちょっとでいい。これ多すぎると思ったから。うわ、焦がしにんにく久々に匂い嗅ぎた。うまい。本当だったらそれをガッと入れてガーッて混ぜる。今日はここでぐるぐるぐるっと混ぜて。最高の回だね、これ。面白いかな、これ。ただ夕ご飯食べてる。ただ夕ご飯。で、ご飯を入れて、うわ、最高。いただきます。どうぞ。絶対美味しい。うまい？今んとこ優勝ね。おー。うまっ。いい食べっぷりだよね。納豆食えない人いるじゃん。人生そうしてる。納豆美味しいよね。でもすごいよね。こんなにさ、臭くてさ、なんならネバ引いててさ、発酵してて。で、俺もう最後の日に食べたいのはやっぱ納豆だからね。いや、そんな納豆もうちょっとしかないな。ラストですね。納豆卵。これはいつもさとパンが食べてるやり方。これはご褒美。マジで。今日用意したよって言うもんね。これはもう白身も全部入れます。そこに入れちゃうんだ。納豆も全部入れます。どうぞ。あ、ちょっと少ないけどね、今日は。もっと入れたら違うの。ダメだよね。絶対に。それは反する。反する納豆はね、これは。逆に混ぜます。そうだよ、私これをいつも見てるから言ったんだ。さっき混ぜる混ぜないみたいな話。これは混ぜないとぐちゃぐちゃ嫌だって言うじゃん。俺いつも混ぜてなかったっけって思って。混ぜてない。スタンダードは混ぜないんだ。スタンダードは混ぜない。俺自分流ができるだけ流のお皿を汚さないように食べるのが好きなんだ。これはもう無理、で、まあ普通に混ぜて、ここに醤油足します。醤油を足します。かけずにかけずに。これは醤油はかければかけるほどうまいから、味は濃ければ濃いほどうまいって料理の鉄人で言ってた。中富徳さんが言ってたと思う。と思う。有名な人ね。と思う。知らないんだよね、今の人たち。今の人たちっていうか自分たちよりも年視聴者さんはみんな知ってるよ。そうだね。すごい。最高。ふわふわ。なんならちょっとふわふわするのよこれ。あ、ちょっとね、これだとね、ちょい方ね。ちょい方ね。やめときな。ちょっと。お母さんに怒られるよ。調子乗りすぎて。ちょっと黒い方がいい。あ、色で判断。うん。もうプロはわかるから。ほら、めっちゃうまそうじゃない？なんかもう光ってるよね。黄金？黄金。こういうのダメ。それを蓋して。あ、いい。フライ&コートですね。で、これをさらに、これでもよく食べてるけど、もう一個あるんだよね。もう一個あります。用意してるの。韓国海苔でくるんで食べます。美味しいんだ。これ俺ご飯2杯食うからね。そうだね。この場合は。どうぞ。マジで食べてほしい。おいしい。最高。卵もね、新鮮じゃないとこういうふうにふわっとならないんですよ。やっぱりわかる、卵も。買ってきたばっかり。でしょ？うん。うまっ。韓国海苔美味しいよね。幸せそう。これ以上の食べ方はないと思う。俺は出会えてない。これ誰がどうやって発案したんですか？これは俺がやっぱもう飽きてくる時があるの。どうやっても。納豆に？うん。俺夜も納豆だからさ。うん。飽きてくるがゆえにもっとあるだろうって言って考えたのが。これだね。まず納豆卵でたまたま韓国海苔があったから韓国海苔でもくるんだらもう絶品も絶品絶品だね。いやこれもう最強じゃん。これやったこれはやったことない。ちなみに。お絶対美味しい。あのねと思うでしょ。やりすぎは良くない。喧嘩しちゃうんじゃん。そうなんだよ。うん、これじゃないけど何かと何かがうまくて何かを入れたらうまくないっていう結果になったことがあって。サラダ油じゃない、サラダ油入れたらやべえな。サラダ油入れたらごま油とかを入れてうまいなってなったんだけど、そこに何か入れたらまずくなったの。どうだ？しょっぱい？最高。1。うん。うわ。うん。ちょっともう一回ぐらい行きたい。これは。あ、これめっちゃうまい。新しいのできた。美味しいもんしか入ってないもん。新しいのできたこれ。ねえねえ、ネバネバさ、こうやっちゃうっていうのわかる？なんかこう回せばいいんだろうけどこうやっちゃう。あ、そうなの？そうダブルでこうやって糸をいないと思うけどいないか。いやーちょっとこれをもう納豆嫌いな人からしたら最悪な回な。もう震えてる。いやこれ俺多分気絶するかもしれない、もしかしたら。また一品できたね。体にいいんだか悪いんだか分かんないよ。私最後一口も。うわ。逆転。えちょっと一口食べて。いいの？人が食った納得いる。あでも嫌だかも。俺の友達食ってたよ。俺の食べ残し。俺がトイレ行ってる間に帰ってきたら俺の食ってた食べ残しを食ったの。誰？あの AB 型陽君。あいつマジで俺すごいねって褒めたもん。納得だ。中学生の頃陽が泊まって、俺ん家にで飯食ってる時にトイレ行きたくなったの。でトイレ行ってさ帰ってきたら俺の飯こうやって食ってんな納豆。で俺びっくりして別にいいんだけど。お前さよく人が食ってる納豆食えんねって言ったのめっちゃ覚えてる。なんかね唐揚げとかならわかるけど、いやそうだね、単品の人が食ってる納豆食えないよね。納豆愛強すぎるよね。すごい。いやまあよってのがあるかもしれない。そうやってマジで食ってみるか。俺このおじさん。まあでもさとパンのだからさ大丈夫だけど。うわ光ってる。私スタンダード以外受け付けられないからね。いやこれ受け付けられなかったらもう何も受け付けられない。俺が受け付けられてんだから大丈夫だよ、うん、俺も受け付けられるよ。食わず嫌いそのまま取ってパック食べちゃう。いただきます。うまい。なんだそれ。本当かよ。ピリ辛。美味しい。うわ、うまっ。しかも滑らかだね。なんか卵。そうなんだよ。クリーミー。これは。すごいね。新鮮じゃないとこうはなりません。これは絶対やってほしいね。食べるあゆなくても美味しいんだけど。でもアクセントだね、すごく。韓国海苔は本当に絶対欲しい。マスト。マスト。デザインの先生いるでしょ、デザインの先生、神奈川の方なんですけど、久米納豆って知らなかった？あ、食べたことなかったのかな、今まで。だけど、勧めたの。久米納豆ですよって納豆はあって。そしたら、スタメン入りしたそうです。あー、スタメン入りするよね。これ見てる人もさ、多分茨城県民の人だけじゃないからね。あー、久米納豆って全国なの？なのかな？あれば絶対食べてほしい。革命起きる。って言えばいいんだろうね、この魅力は。味の魅力、いつ食べても美味しいもんね。そうだね、いっぱい食べた。マジで変な癖がないのかな。ほんとそれこそわら納豆も全部食べたもんね。食べた。オクラになった動画ね。そう、オクラになった動画、納豆動画一回撮ったんだよね。だるま納豆と天狗納豆とわら納豆系のやつ買ったりして、あと船納豆、あとなんかまだ何個かあったね。全部食べて、多分金の粒だったり、わさび納豆とかおろし納豆とかいろいろあるよね。あとなんだっけ、たくあんみたいな入ってさ、しょぼろ納豆、しょぼろ納豆とかも食べたけど、やっぱこれには勝てない。美味しかった。でもさ、ホテルとかで出てくるさ、あれも好きだよ、俺は。給食のやつ、美味しいよね、丸いやつ。一口納豆みたいな。あれも売ってるよね、スーパーに。あ、売ってるね。確かに、給食の時納豆でしたね。あれはホテルって感じ。醤油がお魚？違ったっけ？え、何それ？それ、大悟だけじゃん。あ、違う、それは、普通にお弁当の醤油か。あ、でもね、飽きてくる？ちょっとこれちょっと飽きるわ。うまいけど濃すぎる。ああ、意味ない、あんなしょっぱい醤油かけて。体にいいよ、これは。納豆食べてるから。納豆オムレツとかさ、食べたことある？お店のとこ。はい。あれ、この間さ、納豆とんかつ食べたよね。納豆とんかつ食べた。いや、俺びっくりしたのは、納豆とんかつって、ごちそうさまでした。納豆とんかつって、とんかつの上に納豆乗ってくるのかなと思ってたさ。普通に皿あって。そうじゃなかったんだよね。納豆とんかつが来ました。でも、外見はとんかつなのよ。で、あれ、とんかつ来ちゃったと思って、切られてたからさ、なんかパカッと開けたらさ、中に納豆が入ってんの。一緒に、こう、衣の時にこう、中にも入れてるってこと？全然理解できなくて。確かに、どうやってなんで納豆が中に入ってんだと思って。とんかつってさ、だって1枚じゃん、どう考えても。その1枚の中にってやったら、とんかつあって、卵、納豆、衣みたいな。違うんですよ。違うの？トンを2枚使う。上下で挟んでるんだ。そう、トンをこういう風にして、ここに納豆を入れて、で衣につけて揚げてんの。なるほどね。難しいけどさ、すごいね。そうだから、よく見たら上の層と下の層で分かれてて、すごいボリューム。あ、なるほどね。結構不思議で、ずっと見せたことあって、納豆が中からどうやって出てくんだと思って。じゃあ、そういうからくりがあって。納豆は上がってるの？こう感じは。納豆はね、納豆だった気がする。普通にこう、ちょっと火入ってるけど上がってるって感じ。うまい具合になってんだね、納豆。ぜひ気になる方、醍醐町のとんすずさんで食べれるんで。あとね、秘密の県民省で中市にもあるんだよね。調べれば出てくるかもしれない。ああ、いつも看板見るよね。菅谷気になってはいるけどさ、よくそこが秘密の県民省に出てた。納豆とんかつ、俺らも食ったことねえなと思って。意外とね、地元民だからあんま手出さないよね。けど、そこ並んでたね、秘密の県民賞終わった後。納豆の話はいくらでもできるね。本当に。夜納豆が一番体にいいっていうね。そうなんだ。夜納豆全然抵抗ない。なんか、あと冷えたご飯の方がいいとかよく言わない？そうなんですよ。あれなんでなんだろうね。納豆菌が死んじゃうんだって。ああ、そっか、熱すぎると。そうなんですよ。でもほかほかのご飯で食べたやつ。俺ね、ちょっと柔らかい方が好きなの。ああ、納豆の時は。そう。麺は固めだけど。麺は固めだけど、納豆の時はご飯は柔らかめが好き。僕新米だったからやっぱり。そっか。美味しかったよね。さっき、俺このキムチ買いに行ったらさ、いとこがいて。うん。何してんのって言われて、いや今日納豆なんだ夜って言ったら引いてたもんね。夜ご飯納豆なのみたいな。ご飯夜ご飯作んない人みたいになってた。ちょっと待ってよ。ただ俺は全然問題ない。熱いな納豆界。これ俺まだ話せるけど、どうしようか、やめとこっか今日はね。納豆界でした。ぜひ皆さんのねおすすめの食べ方と、いやむしろ欲しい、みんなの美味しい食べ方を、もっとこれあるよとかね。でぜひここでやりたい。また第2回品評会したい。そういや、第2回、第3回続いていくよ、これは。好きな種類とかね、食べ方だけじゃなくって。で、いろいろ食べたとはゆえ、全部は食べてないから、ここに帰ってきちゃうから、どうしても。これはクメ納豆よりもうまいですみたいなのがあったら、高くてもいい。ちょっと欲しい。納豆は、この食べ方が一番ですよみたいなのがあったら、もうかかってこいって思う。じゃあ、楽しみに。コメントお待ちしています。来るかな？ここまで見てる人いるかな？いるかな？どうだろうな。じゃあお腹もいっぱいになったんで今日は締めますか。はい、じゃあごちそうさましましょう。はい、ごちそうさまでした。長い時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また1週間、明日から頑張って。頑張って。それではチャコパンでした。バイ。喋りすぎたかな。何分喋ったんだろう。ここ30分。もう喋っちゃったんだ。何分動画10分ぐらいしとく。パン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 っていくか。そうだよね。これは見られないか。